第二次世界大戦という大きな戦争が終わると、世界の国々が話し合って平和を維持する組織、各国国際連合が作られました。平和を乱す国が現れたら軍隊各国国連軍を作って制裁するんだ。しかし国連軍は、ここにあるアメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国という、大国全員が賛成しないと作れませんでした。このコロナ禍の悪かったアメリカとソ連は括弧冷戦。揉め事が起きても国連軍を作って制裁しません。そこで国際連合は揉め事が起きたら、平和維持活動括弧 PKO を行って平和的に解決しようとしたのです。またアメリカとソ連は、核兵器というヤバい武器をたくさん作って威嚇していました。そんな核兵器はイギリスやフランスや中国も持つようになりました。核兵器を持つ国が増えることに焦った国際連合は言いました。アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国以外の国は核兵器を持っちゃいけないんだ。またそれらの国も核兵器を減らしていくんだ。核拡散防止条約 NPT。 ここにあるインドやパキスタンは怒ります。お前たちだけずるいぞ。そんなインドやパキスタンも核兵器を持つようになり、さらにここにある北朝鮮も核兵器を持ちました。そんな中、国とは関係ない組織、括弧非政府組織、NGO などは集まっていました。すべての国が核兵器を持つことも作ることも禁止にしようよ、括弧核兵器禁止条約。